章に行ってもらいますって言うんですよ。はぁって言って、どっちがトップでどっちが従業員やと、100歩譲ってこっちも大人の対応で応じるとしても、俺んとこ来るのが当たり前だろうと、どうやってんだこの市役所っていうのは。もう毎回市長選挙の時にね、職員組合から応援を受けるもんですから、竹山市長もそうですよ、もう職員から首根っこを押さえられてるもんですから、市長就任時もうすぐ給料を引き上げた。それと同じで歴代の大阪市長は当選すると組合の事務所に地下まで降りてって、当選ありがとうございましたと頭を下げて、そこにね、組合事務所に当選御礼っていうね、このなんていうんですか、赤いこの枠のところにこの墨でこう書いてある当選御礼市長平松邦夫とかでババババババーって組合事務所に貼るんです。もうそれで会話ができるわけないじゃないですか。維新の会が初めて大阪市役所においてね、組合の応援を受けず、むしろ組合と政治的に戦って勝った市長というのは維新が初めてなんです。まあ、そこで今大阪市の職員の給料カットしてます。でこれはね、いろんな事情で大阪府の方が、僕が知事に就任した時点からカットしたので、ずっと6年間カットしてきたんでね、大阪府の方は景気も上向きになったということで、大阪市並みにするということで、ちょっとこう人件費の緩和率、カット率っていうのを緩和するとか、こういろいろあったんですけども、大阪市はそのままカットを継続してます。ただ皆さんがね、本当はこれぐらいの額だろうと思ってるような額かどうかは分かりませんけど、それでもかなり厳しく見て、でやっぱり役所の職員といえども真面目にやってる職員もいるので、しっかりそこは民間と比較をしながらね、まあ、この額でいいだろうというところでしっかり僕は監視してるつもりです。だから民間並みに合わせるところ合わせていってますから、特に、これは幼稚園の先生とかね、保育士の方とか、何も僕はそこが悪いというふうにはないけれども、民間並みには合わせてくれということで、今までは民間よりもはるかに高い金額だったんで、民間並みに合わせるようにはしていきます。合わせてください。ただこれもね、役所が大きかったから今までこういうことできなかったんです。で選挙になったら組合からもう応援受けて首根っこつかまれている。だからやっぱりこういう今の大阪市役所のこの仕組みっていうものをやっぱり変えていくっていうことがね、必要なんじゃないでしょうかね。ありがとうございます。それとですね、